はい。皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、このことになっているという表現について勉強しましょう。このことになっているの前はですね、動詞の辞書形か内形、どちらかが入ります。そしてですね、意味はここですね、過去に他人またはみんなで決定した事項 A が現在、予定や規則になっていることを表します。ね ここ気をつけてください。他人またはみんな。みんなは自分が入っていてもいいです。ね、ただ気をつけてほしいのは自分一人で決めたことはこの文型を使いません。ねえー、自分一人で決めた時はですね、えーまあ、今後また後で紹介しますがことにしているこれを、ねえー、自分一人で決めた時はこれを使ってください。ですから他人またはみんなで決めたことが 今ですね、現在、予定とか規則になっているということです。えー、例えばですね、過去のある時点で、まあ、出張決定。例えばですね、上司が、じゃあね、何月何日、えー、台湾へ出張してください。上司が決めました、ね。で、私はじゃあね、何月何日台湾へ出張します。じゃあですね、現在ね、ね、えー、この時ですね、えー 何かこう誰かに私自分の予定を言う時にですね例えばじゃあ来週ね来週私は台湾へ出張することになっているこのように言うことができますまあそして本当にね来週1週間後に本当に出張しますこのように過去に決めたことが今予定になっていたりする時にこの文型を使います そして予定の他にですね、まあ、規則などもこの文型を使うことができます。例えばですね、ここに予定と規則の例文を一つ、一つずつ、えー、書きました。ちょっと見てみましょうね。明日、上野駅で友達と会うことになっています。まあ、これは予定ですよね。まあ、これはあの定年体です、ね。これはまあ普通体ですけど、こっちは定年体ね。はい。これは予定です、ね。これと同じですね。出張することになっている。これと同じです。予定です。 じゃあ、規則ですね。えー、見てみましょう。ここではタバコを吸ってはいけないことになっています、ね。この場所、この場所ではタバコを吸ってはいけないことになっています。これは多分ね、まあ、この場所ができた時に誰かが規則を決めました。ね、そしてそれが今もその規則が、えー、あります。そういう時にですね、ここではタバコを吸ってはいけないことになっています。まあ、このようにこの文献を使うことができます。 先ほども言いましたが、一人で決めたときは、ね、一人で決めたことが今も続いているときはですね、まあ、ことにしているを使います。これはまた後でね、別の動画で紹介したいと思います。じゃあ、今日の文型は大丈夫ですか例文今晩六時に西村さんと六本木で会うことになっている。 来月から日系企業で中国語を教えることになっているこの空港は建物や滑走路を撮影してはいけないことになっている卒業式では一番成績が優秀だった学生がスピーチをすることになっている会話 お土産にこのハムを買って帰ろうかな今は肉製品を海外から国内へ持ち込んではいけないことになっているんだよえー、そうなの缶詰とかもダメうんダメだよ